こんにちは。今週もお疲れ様でした。どんな一週間でしたでしょうか私は今夜焼肉を食べに池袋へ行ってきます。楽しみです。突然ですけども皆さん、アニメは見ていますか私は今季はダンジョン飯をネットフリックスで見ています。原作の漫画の方も読んでいたんですけども、アニメ完成度が高くて非常に満足しております。 ということで今日は日本人がどうやってアニメを見ているか、また見ている頻度は他の国と比べて多いのかについて調べてみました。まずアニメをどうやって見ているかなんですけども、調査結果見つけました。これは少し古いんですけれども、DMM が運営しているテラーノベルという小説を投稿できるサイトなんですけど、そちらで取ったアンケートの結果になります。 こちら、45.9%が動画配信サービスを使ってアニメを見ていると。これは納得の結果でしたが、面白いなと思ったのは、なんとテレビでリアタイで見ているという人が26.6%いると。リアタイというのはリアルタイムの略ですけど、アニメはですね、日本では結構夜遅くにやっていることが多いので、夜遅くまで起きてリアタイで見ていると。 これはもうアニメ愛を感じずにはいられないですね。私はだいたい夜の10時には寝てしまいますので驚きの結果でした。他にも面白い調査結果があります。新しいアニメをどうやって見つけていますかっていうところなんですけど、このアンケートの結果は1位が Twitter でした。84.5%の人が Twitter で新しいアニメの情報を見つけて 視聴するものを決めているということでした。ツイッター、この当時はまだツイッターと呼ばれていましたけども、X になりましたけど、まあ、日本人はツイッター大好き、X 大好きなので、まあ、X が情報源になっているっていうのはまあ驚きではないんですけども、まあ、アニメも例外なく、まあ、情報収集に使われてるんだなというのがよくわかりました。さあ、続いて、日本人がどれぐらい アニメを見ているかという調査結果です。こちらは MMD 研究所というところが日本、アメリカ、韓国に住む20歳から39歳の男女で半年に1回以上漫画もしくはアニメを楽しむ人を対象にして2023年7月に行ったものです。はい。ちょっと長かったですね。早速結果を見ていきましょう。こちらです。 ここは意外な結果になりました。これ緑色のところが月に1回以上アニメを見ている人の割合になります。一番多かったのはなんとアメリカでした。アメリカの人は72.7%の人が月に1回以上アニメを見る。さらに面白いのは1日に1回、まあ毎日ですね。毎日アニメを見るという人が26.8%もいるということでした。 一週間のところまで入れると約半数の方がアメリカではアニメを見ているということです。しかも子供ではなくて20歳から39歳ということで大人の人もアニメを超楽しんでいるというのがこの結果ではわかるかなと思います。韓国と日本はまあ大体同じぐらいの割合かなと思います。アメリカが突出して多い調査結果でしたね。で、このアニメの定義は別にあの 日本のアニメに限ったわけではないので、まあ、あの韓国とかアメリカあの自身の国で作っているアニメも含まれていますアニメっていうもの自体が広く受け入れられてるっていうのがこの調査結果からわかるなと思って見ておりました面白いなと思いますさあこの結果もう一つ面白いのがあって、えっと、同じ対象者にアニメを見ることにどれぐらい お金を使ってますかというのを聞いています。で、日本と韓国は、まあ、約半数、まあ、日本6割、韓国4割ですけども、0円、月かけてるお金は0円という答えでした。これちょっと驚きですね。えー、先ほど別の調査結果では、動画配信サービスを使っているという答えが多かったんですけど、蓋を開けてみると、まあ、動画配信サービスでも1円も払ってないと。 どういうことかというと、海賊版で見ているわけではおそらくないと思うので、TVer とかで見てるのかなもしかしたら。TVer だと無料で見れるので、TVer で見てるのかななんていうふうに思いました。もしくは、動画配信サービスは入っているんだけど、まあアニメを視聴目的としてないので、アニメにかけているお金は0円ですっていう答えになったのかなとか。なんか色々この調査結果を見ると想像してしまいました。で、アメリカは、 ま、0円で見てるって人は13.4%ということで非常に少なかったです。面白いですね。ちなみに私がどうやってアニメを見ているかですけども、ノートパソコンで、ブラウザで Netflix を開いて、まあ、週に1回アニメを見ているというスタイルになります。アニメを見るときに限らずなんですけど、私はあの、基本動画は倍速で見ていますので、アニメを倍速で見て、 リビングにいるときは、クロームキャストでテレビに飛ばして、そのまま倍速で見るということをやっております。アニメだとね、30分もないので、あっという間に終わってしまいます。で韓国ドラマとか日本のドラマも倍速で見てるんですけど、やっぱりあの間を取って、あの情緒があるようなシーンでもあの倍速なんで、ちょっとたまに情緒がなかったりもするんですけども、まあ、それでも、あの喋ってるスピード、やや速いぐらいに感じるレベルなので、非常に、あの、 タイパがいいので気に入っております。はい。タイパとは、まあ、タイムパフォーマンスの略ですね。タイパっていうのが去年よく使われましたけども、今年はもう誰も言わないかもしれないですね。ちょっと新しい日本語でした。ということで今日はアニメの視聴方法についてお話ししてきました。いかがでしたでしょうか皆さんはどうやって普段アニメを見ていますか どんなサービスを使ってどのデバイスでアニメを見ているかよかったらコメント欄で教えてくださいコメントといえばこの動画へのコメントもちろんなんですけれどもチャンネル登録、ライクも本当に皆さんありがとうございます今600人を超えて登録者数伸びております本当感謝超ありがとうございますこれからも動画の方をアップしていきたいと思いますのでこちらの動画にもぜひライクお願いします それでは皆さんまたお会いしましょう。良い週末を。さよなら。